さんおはようございます。ワンダーレビューのミッキーです。本日この動画を撮る予定はなかったんですけど、あまりにも天気がいいのでこの動画回していこうと思います。今日はですね、私自身が今上げている動画で 1,2 本消しちゃったやつがあるんですけど、今上がっているのでちょうどこの動画を上げるのが100本目の動画になります。100本目、前から決めたんですけども、私の一番好きな自転車やロードバイク屋さんを紹介したいと思います。ついでに、関連して一番、嫌いなというか、好きの反対側と、あとは、なんでこの動画を、今更というか購入してしばらく経ったりして、この時点で出そうと思ったのかっていうきっかけも話させてもらいたいなと思います。それでは皆さん、好きな自転車屋一番はどこですか？せーの。それでは改めましておはようございます。ワンダーレビューのミッキーです。ちょっと久々になるんですかね、私の一番好きな場所、ワンダーレビュー屋外第一スタジオ由比ヶ浜に来ております。今日はですね、小田原まで走っていこうかなと思ってるんですけども、その行くまでの間に、あまりにも天気が良かったので前から撮りたかったなと思っていた動画の内容もあったのでビデオを回しています。ちょうど昨日ものすごく強風が吹いてこの辺り走って、実は小田原の方に行こうと思ったんですけど、もうすぐに諦めてやめました。なので今日はリベンジとしてもう一度、そこに向かっている途中でした。で、大体江ノ島起点だとか分かりやすいところを起点にするので、江ノ島まではざーっと漕いでいこうと思ってたんですけども、ちょっとあまりにも天気がいいのでビデオを回し始めています。それで一番初めの内容なんですけども、一番私が好きなロードバイクのお店はワイズロード新宿店です。ここはもうね、関東の自転車乗りみんな知ってると思います。めちゃくちゃでかい、多分3つか4つ店舗があります。カスタム感だとか私が行ったことないところもあるんですけども、私がパッと見て一番本店が入っているビルには3つあって、多分本店っていうのと、ロードバイクメインの自転車の総合館みたいなやつと、あとクロスバイク館、あと、私結構好きな、アパレル館があります。で、やはり何度も結構いろんな動画で言ってるんですけど、私自身このロードバイクを購入するときに本当にワイズロードの新宿店で運命的な店員の方と出会いをしました。もう本当にこの人から買いたいって思うような方で、もう言ってる言葉だとかもスッと私に入ってくる。本当に何ですかね、私自身の、ものすごくベストな店員の方に会いました。あと新宿店全体的にもう私が知る限り皆さんものすごく親切ですし、フレンドリーですし、初心者に優しいですし、もう本当にいいところを挙げたら、数え切れないぐらいいいとこがある店舗かなと思います。で、やっぱりそのいい店員さんの私の中でのポイントなんですけども、一つ目がやっぱり質問に対する受け答えにやはりなります。結構店員さんが話したいことをずっと話されると疲れちゃうんですよね。こちらがこう持っている知識量だとか、こちらが知りたいことで、そこに1対1だと困るので、少し付加情報を与えてくれてっていう、その温度感だとかバランス感覚がやっぱり自分自身に合うだとか、合わないだとかっていうところに関わってくるのかなと思います。2つ目はそうですね、買う時の対応が本当に素晴らしかったですね。もうこの人から買おうと出会って本当にすぐのタイミング、それまで本当に何店舗も何人の方ともお会いしていろんな自転車を巡ってたんですけども、この方から買いたいと思ってそれをもう伝えた時から、
結構本当に私の価値観にも寄り添ってくれて自転車選びっていうのを助けてくれました。でそこでやはり前々から考えていたトレックの、AL5 に決めたんですけども、その際もですねフィッティングパッドサイズを見る前にもう2つの種類を仮押さえしてくれてるんですね。これそこの店舗にある在庫だったら仮押さえするの分かるんですけど、わざわざ他の店舗もう在庫探してくださって、でそこで仮押さえできる店舗まで探してくださって、フィッティングの前にもうサイズは大丈夫ですいうので、そういうことをしてくださいました。本当にねこれはもう神対応だと思います。決してそういうガンガン売りたいからとか前につんのめってやるような対応の一環ではなくて、私自身に寄り添って私自身が買いたいと思ったのが なかったら悲しいよねっていう、本当にねそういう思いがあふれた対応だったのかなと思います。それではですね、2つ目の話題に行きたいです。ここからうわやっぱり今日ね天気むちゃくちゃいいんですよ。富士山ここまで今まで見えたことないですよ、私が動画始めて。いや皆さん見てください、この富士山すげえ、笑いしか出ない。この富士山私ほんと見たことないですよ。これね真夏にこの景色抜かれるかもしれないですけど、今までで一番の富士山です。すげえ超気持ちいい。なんだよこの切り通しの富士山。ちょっと信号止まる。はい、2つ目です。はい、先ほど言った通り、ワイドロードの新宿店はすごく大きくて、品揃えも良くて、店舗としてもすごく魅力がある店舗だなと思います。であとはですね、1個目の話題からも通じるんですけども、店員さんがとにかく素晴らしいですね。で、ものすごく知識量も豊富ですし、あとやっぱりその笑顔だとか接客の態度だとかが結構自転車屋ってあまり良くないイメージが私自身もうついちゃったんですけど、この新宿店は本当に毎回行くのは楽しみです。で行って毎回何かを買ってしまうというか、おそらくいろんな店員さんと会話したり話しかけられたりだとか私が聞いたりだとかして、もう満足の上の満足を得て買うというので、本当にいつも質の高い店舗の空間時間を提供してもらっています。いや本当にね素晴らしい。であとは、本当にもう人とその店舗自身もすごく素晴らしいという意味で、ワイズロードの新宿店が大好きです。では3つ目なんですけども、逆にどこが一番嫌いなのっていう、どこがどこの店舗がっていう、ちょっと喋りにくい話題を一つ言いたいと思います。私の一番あれと思っている店舗は、それはワイズロードの店です。これねワイズロードなんですよ。店舗によってサービス違いませんかっていう感じなんですよね。もうね買うときも買おうと思って行って買う気失せましたし、あとそのまま前後で行ってても本当にもう他の人への接客だとかも、やる気買う気を失せますね。どういう人が利用してるのかちょっともう分かんないなっていう、そういうぐらい分かんないです。何なんですかね、私決して最寄りが新宿でもないんですけど、新宿店で買ったっていうのはそういうことです。在庫を求めてとかではないです。むしろ最終的に買うとき新宿店に在庫がなくて他の店舗から取り寄せてもらってますけど、そんな中でも新宿店から買いたかった、それぐらいサービスの差があります。新宿店の店舗の人にその話を聞いても、やっぱり新宿店の店長さんなり、全員で新宿を盛り上げていこうと、特にサービスレベルだとかというところは